途中泉府中で普通日野の駅現在停です。なんとらしいです。あんまり雪は積もってないんですけど、いや思ったより全然雪は積もってないんですけど、めっちゃ寒い。なんかすごい高層ビルだったので、大阪のなんていうの、御堂筋のあたりに見てるんですけど、御堂筋あたり見てる、滑りそう。泊まるホテル、荷物置いてきましたホテルに。いや、なんか北海道におる感じがせえへん。これなんやん、滑り止め砂。あー、砂巻いてくれる。あ、これを取って砂巻くんや。だからさっきから土みたいの落ちてるんやな。へー、札幌ビールの本店、札幌ビールです。あるかな。
海道限定焼きそば弁当、スープカレーって超いくらとか、北海道限定いっぱいある。全然観光とかできてないけど、お腹空いたし、ご飯食べたからホテル戻ります。すごい。で、大阪で日が沈むのが早い。今まだ4時前なんですけど、もう1時ぐらいですね。やっとご飯食べれる。刺身いっぱい買って、ご飯買って、混ぜ焼きそば買って、チョコレートパンも買って、北海道限定のアサヒクラシックも買いました。もういっぱい食べたんねん。昼ご飯食べてないじゃん。お腹すいた。いただきます。あ、お腹すいた。北海道関係ないけど、台湾混ぜそば、うん、北海道産のアオリイカ、うん、いただきます。うん、うん、乾杯。はい、みたい。ご飯にのせればお寿司みたい。機械できた。帰っていった。弥生県で鮭定食です。誰もおらへんお客さん。外がもうホワイトクリスマスみたい。いいね。うん、おいしい。うん、うん、うん、もううるさいけど。これやろう。めっちゃ目立つやん。去年使ってたやつはこういうゴムがついてなかったんで、ちょっと歩きにくかったんですけど、うん、歩きやすい。月曜日やから通勤の人でいっぱい。歩きやすい。歩きやすい。
JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。比べ物にならんぐらい雪積もってる。どうすんのこれ。大丈夫。バンなってきた。どこ行くん、これ道がない。こっちか。北海道や。多分これ合ってんのかな、これよう分からん。今日月曜9時27分のやつ、栄23乗ります。とか歩いてる人誰もおらん。すごいんやけどこれ。いやでも雪止んでよかったな。ちょっと猛吹雪やと大変やなと思ってたから、よかったよかった。じゃあちょっと向かいます。到着しました。でもここすごい、札幌から近くてすごい便利。1時間もあれば着くから。トレタ小屋藤井農場のキャンプ場。まさかの、もしかしたら北海道で初の炭ソロになりそう。大丈夫かいな。天候が心配やけどな。マジで今まで乾燥炉には一回もなったことなかったんやけどな。いやでも昨日までほんまほとんど雪なかったからよかった、ある程度積もってくれて。いや楽しみ。林メインサイト、林サイト、この辺りも除雪されてます。この辺りの方がいいかもな、目立たんって。あんま目立ちたくないしな。
危なかった。カチカチや全部。バンドクテント冬はこれが一番いい。ポールがほら割れてきた。さすがにちょっと古くなってきてるから今度買い替えよう。穴に雪が入ってこれが地味にめんどくさい。よし、このテント、ここ穴開いてるんです。そろそろ変えた方がいいんやろうなとは思う。今回はこんな感じでシュラフを直接隙間に入れる感じで入れてきました。直接これが薪ストーブがほんま一時どうなるか。設営完了。今はこんな感じなんですけど、薪ストーブをちょっともうこれをもうちょっと上げてそこに置いて煙突を出すと、ほら結晶になってる。いやすごい。もうこれで見せてあげられへんのか、残念。なんかめっちゃ大粒の雪降ってきた。真っ白やねんけど急に。このちっちゃいテントでやっていけろ。めっちゃ大粒の雪なんやけど。しかもなんかちょっと硬いし。で一瞬で積もりそうやな。定期的に起きて雪払わなあかんかも。あ、もう積もってきた。え、何この雪。あられみたい。あられ、あられか。でもこれは持ってきました。なんかいいな、ラジオ入った方が安心できる。気温がマイナス4度ですね今。でもなんかマイナスにちょっと慣れてきました。雪もマシになったから一瞬で積もったけどな。ワカサギ釣りやりたかったんやけど、多分やってる暇がないんかな。めっちゃ硬い薪やな。けど30センチぐらいがそのまま入りそうな感じ。10キ
キロあるんですよ。楽しいね。いや、楽しい。頑張って持ってきました薪ストーブ。空港の検査で、荷物検査で、これ何ですかってなって、バックパックの中身を全部出して、これを見せてくださいって言われて、ってなって、そんなってなって、なんかすごい鉄の塊が入ってるんですって言われて、薪ストーブなんですけど、薪ストーブ何すな、みたいな、薪ストーブみたいな普通の焚き火台みたいなもんです、でこれが煙突ですとか言ってなんだこれみたいな、こんな持ち込む人まずいないんですよね、きっともうなかなかいないですよね。もう帰りはもうこれ宅急便で送ろうと思ってます。このガラス面がめっちゃあったかいんで、ガラス面をこっちに向けて、焚き火やとこんな近く寄せれないじゃないですか。多分あったかくなるやろう。もうすぐマイナス6度ぐらいになりますね。湿度が80近くなってる。雪降ってるからかな。お腹空いたから。高さが全然あかんねん、これ。マッチやったら1個持ってこれるんで、手荷物で持ってきました。あ、むずい。ついたついた。まだやね。全然まだや。蓋が変形した。生姜湯。もう沸いたっぽい。消そう。見えへん、湯気で。おっ、こんなもんか。机が置いた。これが机。じゃあいただきます。あったか。いつも暑いけどさすがに冷えてる。あったまる。
は駅で買おうと思ったんですけど、ちょっと雪に圧倒されて買えなかった。雪の子食べたら生キスとついてない。いただきます。めっちゃ冷たそうやけどな。全然ちゃうから。激しい雪やな。めっちゃ入ってくる。どうしよう。マイナス13やって。すごい。